先ほどのカデットやジュニアでは最高列からの追い上げも見られました。今回のこのレース地方戦はどうなっていくでしょうか。スタートは切られました。スタート伏せ虹もいいスタートを切っていったが内方が上がっていくのか大きな混乱はなさそうだ。さあ徳永ついていきます。今回もこの2人のマッチレースになるのか。3番手以降はしかし離されまいとついていく長い列ができています。3番手には関根春樹君そのままポジションキープ。4番手には緑川拓実。5番手にカーナンバー20番の加藤雄一が上がってきました。そしてそのインサイド飛び込んでくる6コーナー加藤雄一アウトサイドにかなり足を落としてしまって、あ、これはタナポンパンストップが入ってきたんですね。タナポンパン5番手、6番手にはカーナンバー12番の川岡、7番手に末吉、8番手に加藤です。加藤がスタートに落としたらこのままという状況を落としてしまいました。さあ2コーナーから3コーナーに向かっています。トップ2、さあ井川飛び込んでいったカーナンバー15番徳永、今度は速い仕掛けだ徳永桔梗。予選ではずっと見ていきましたが決勝では速い後ろからついて戻していきたかった伏せ虹穂ですが6コーナーではそのままついていく。3番手入ってくるモナコヨビン、関根春樹2番手登場。関根が2番手3番手に来て4番手にはカーナンバー8番のトルコアカデミー、そのままの順位で2コーナー入っていきます。3番手から4番手単独になるか徳永桔梗。2番手争いがこれ以上激しくなればといったところですが、さあ伏せ虹穂も黙ってはいません。6コーナー入ってきます。徳永しかしサイドからモナコヘアピン戻してくる関根、そしてその後ろの緑川拓実、水戸萌えが出来上がって、さあ今度動くのは緑川が5番手のドライバー、タナポンパンストものも来る。そして3コーナー席に入った。これは大変な2番手争いになっています。序盤戦意地と意地と炸裂。6コーナーでタナポンパン接触、タナポンパンが飛び込んでアウトサイドにいた2台が接触してしまった形。トップはこれで徳永2番手に来て、3番手がタナポンパン、4番手には川村亮太郎というオーダーになりました。あーここは残念、緑川です。カーナンバー8番緑川拓実、さあ4コーナーから立ち上がってきます。トップ2はそれぞれ単独です。4番手以降が5台のバトルになっています。モナコヘアピンからホームストレートへ順位の入れ替わりありません。さあそして加藤や野島春樹も上がってきた形になります。中盤から後半のドライバーも前の方のおっと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 と今カーナンバー12番がちょっと跳ねましたね。川村亮太郎です。4番手川村と5番手末吉、3番手以降が様子が変わってきています。さあ予選の時には福島の徳永桔梗の町のレースがずっと続いていた。徳永桔梗はですねかなり余裕を持って後ろについているように見えていました。その余裕を形にしたということですか。決勝ではですね早い段階で前に出てきました。徳永桔梗は2番手以降のバトルにも助けられ現在トップ単独。さあそれを終えるかどうかという伏せ虹穂なんですが、タイム的には徳永を上回っています。これはトップ2はかなり縮まってくるでしょう。トップ徳永はこの周回37秒8、2番手伏せは37秒7。そして3番手以降なんですがカーナンバー4番のタナポンパンストムの前からはちょっと離れてはいますけれども、4
のドライバーよりは速いタイムで周回をしています。4番手には再び加藤が上がってきまして、5番手に末吉、6番手には野島春樹あたりが上がってきているでしょうか。この4番手争いに今後注目をしていきたいと思います。8周終了、9周目、末吉の後ろはやはり野島春樹ですね。そして3番が18番ドロップしてしまいました関根春樹も7番手でもう一度前を狙っていきます。カーナンバー20番の加藤雄一、開幕戦では第4位でした。この4位について昨日話を聞いたところ、本人としては非常に悔しい4位だったというコメントが出ていました。去年に引き続いての地方選3年になりますけど、その後ろ末吉の後ろから朝西川春樹が元気がいい、内川が上がってくるクロスを取りたい末吉の方が2コーナーに向かって野島が先行。さあこの赤いカート軍団どうなっていくでしょうか。3コーナーから4コーナーへと向かっていく5番手以降のバトル盛り上がってまいりました。5番手には野島、6番手には関根、7番手末吉、その後ろ8番手には川村がいるでしょうか。9番手にカーナンバー7番小泉康介、こちらがスピリットのカート。10番手にはカーナンバー3番の志村と、ここがまた長いですね、一段のバトルを展開しています。10周終了、決勝を折り返しです。ペース125、開幕戦は徳永が独走したけれども、さあ今度は違うと福井城元気がいいです。トップ2をみるみるうちに縮まってきた、癖がかなりアグレッシブな気持ちが見えるような走りをしています。コーナリング、このまま行かれてたまるかとばかり。ペースはトップの徳永がちょっと上がらない、この2人がですね上がらないとは言っても3番手以降よりははるかに速いペースなんですが、この癖のアグレッシブな上から徳永はちょっと最終的な足踏み状態、37秒8と7というところでトップ2後ろを引き離しながらトップ争いへと入っていきます。3番手のタナコンバーストものもちょっと落としている、4番手以降も37秒台ラップタイム入れてきている。一番速いのはどうだ、18番の関根春樹あたりか、37秒6というタイムも出ています。トップ2、そして3番手、それぞれバトルが佳境に入りそうだ。残り周回は8周、さあ入った1コーナートップ入れ替わっていく、関所も飛び込みました。先ほどから追い上げていたその勢いそのままに2コーナー入っていった。さあこれで予選の時の再現といった形になりました。トップ2です。ひょっとしてコーナーへと苦しいと読んでいたから徳永桔梗序盤に仕掛けたんでしょうか。モナコヘアピントップ2、瀬戸と徳永とトップ争いです。3番手、タナコンバーストが徳永が1コーナーですか、立ち上がりはどうだ、徳永トップ入場。では今度見ていきます。戻しました徳永、終盤まで様子を見るなんてことはしません。この決勝そのまま逃げていきたい。スピードはまたまた十分、この2人競り合いながら38秒フラット。さあそしてやはり3番手集団もついてきました。タナコンバーストの後ろから加藤、この後ろから野島春樹入ってきた、モナコヘアピン、カーナンバー27番野島は9番手スタートから上がってまいりました。現在4番手、1コーナーのところではさらなるバトルが見られます。4番手争いです。3コーナーから4コーナートップ2がまず通過。3番手タナコンバーストムノは後ろに疲れそうで疲れない、後ろが、競り合いましたのでね、野島とそして関根もまた上がってきました。加藤苦しくなってきたか、その後ろに末吉、川村、小泉、そしてさらに立ち上がってくるカーナンバー3番しっかりと見ていきます。残り周回数は5周。さあトップはといいますと再び伏見城になっています。
この2人のバトルもまだまだ決着はつきそうにありません。3番手争いも激しくなってきた。野島春樹がガンガン追い上げています。去年はジュニアに出ていました野島春樹、この新東京ではトップを取りました。優勝しました。この勢いがあります。いい記憶があります。イメージが大事です。ただポンポンを仕掛けていった。2コーナーでいよいよロックオン。トップ2も変わらず、クセニジホに津波とか徳永桔梗も先ほどまでとちょっと走りが変わってきました。トップ2バトルと3番手争い、さあ皆さんは終盤どちらをご覧になりますか。残り周回数は3周です。トップ2は1コーナー、トップの2台は動かない。3番手争いはもう4番手5番手あたりが入れ替わるか。仕掛けに行くドライバーがいる。4番手5番手あたり入れ替わっていきます。トップ2は変わらない。3番手に野島、4番手に関根、5番手に田中本番、6番手加藤というオーダーに変わります。ちょっとペースが上がりにくかった田中本番ストームのここで飲み込まれまして、5番手にドロップです。さあ残り周回数が少なくなってきた。残り2周、1コーナー徳永入っていく。前に出られるか、横並び防ぎ上アウト側からギリギリ徳永インサイドキープしていく。ここで離れたらもうおしまい。ついていかなくては。3コーナーから4コーナーちょっと離れたか、ちょっと離れたか。トップ2決着か。そして3番手野島春樹の後ろから関根も諦めていません。18番続いていく。田中本番も行く。そしてモナコ、これがファイナルラップ。トップ2はもう決着か。3番手争いは分からない。田中本番の動きが気になるところは2コーナー、しかし、ね、追いついてきたぞ、追いついてきたぞ。トップ2はどうなんだ。あー、徳永が前追いついてきた。クセニジホ6コーナー、当然徳永はインナーライン。おー、ハードブレーキング入った。これは当たったかどうなんだ。モナコヘアピン、前には伏せ、後ろからは徳永。トップチェックは伏せ。2番手徳永、そして3番手の野島、4番手には関根、5番手田中本番。あっ、末吉、末吉最終コーナーでスローダウン。なんと、もうダメか、もうダメ。チェッカーのフラッグ受けられません。止まってしまいました。地方戦 MS125最後の最後、ファイナルラップ6コーナーで順位が入れ替わっていきまして、布施二次穂がトップチェッカー。